んこんにちは、クラスター UK のうみです。今日はですね、バーバリーのメンズに新商品入荷しておりましたので、見てきました。こちらですね、フーディー、パーカーになるんですけれども、胸のところにバーバリーロンドンイングランドのロゴ入っておりまして、フードのところにもですね、あのバーバリーチェックの、メッシュタイプの、布が使われております。現在ですね、225ポンドとなっております。続きまして、ブラックのこのシックなバーバリーのロゴのシンプルな、スウェットになるんですけれども、すごくですね、使いやすいかと思います。若干オーバーサイズってスタッフさんがおっしゃってました。でこちらもですね、 T シャツホワイトなんですけれども、このクラシックバーバリーのですねロゴ入っておりまして、後ろはシンプルなホワイトになっております。お値段ですね、320ポンドとなっておりました。あと続きましてですね、こちら、スプリングコートの、セールが行われておりまして、春とかですね、秋にお使いいただけそうなコートが、833ポンドになっておりました。ショート丈とロング丈どちらもですねセールになっておりまして、この襟元のですね、金具のフックがすごくかっこいいかなと思います。お色がですね、ベージュとブラックとネイビー3色揃っておりまして、ベルトも付属しておりますね。ショート丈がこちら816ポンドとなっておりました。あとですね、ポロシャツですね、各色揃っておりまして、この胸のですねバーバリーロゴがかっこいいかなと思います。あとこのボタンですね、外した時に見えるこのバーバリーチェックも素敵ですよね。お値段270ポンドとなっております。先ほどの、ダブルのコートも、セールになってたんですけど、こちらシングルのコートも、セールの対象になっておりまして、ベージュ、ネイビー、ブラック3色の、ロングタイプですね、セールになっておりました。なんと321ポンド、すごい破格ですね。ぜひぜひチェックしてみてください。あとですね、ちょっと時期は早いんですけれども、この中綿入りのシャツなんですけれども、アウターにお使いいただけるシャツになっております。ベージュとこのネイビーのお色が失礼しました。揃っておりまして、487ポンドとなっております。あとですね、こちら水着になるんですけれども、いろいろと入荷しておりまして、こちらベージュの、薄いバーバリーチェック柄で、内側にですねこういう、なんて言ったらいいんでしょう、パンツがついてると言いますか、中に入っております。こちらもですねバーバリーストラップ、前後そうですね、こんな感じでシンプルなんですけども、内側がですねこんな感じになっております。225ポンドになっておりました。続きまして、こちらもですねチェックになります。ブルーのバーバリーチェックですね、同じくですねブラックでこんな感じについておりまして、こちらが160ポンド結構お得になっております。あとですね、このバーバリーロンドンイングランドのパッチがついている、こちらもですね水着だったと思うんですけれども、そうですね水着ですね、こちらも各色揃っておりまして225ポンドとなっておりました。あとですね、こちらはコットンのハーフパンツなんですけれども、グレーのお色で、バーバリーのロゴが刺繍になっております。後ろはですねポケットがついておりまして、490ポンドが250ポンドになっておりました。あとですね、もう少しずつ冬物が入ってきておりまして、この薄手のですねジャケット、よく見るとうっすらこのバーバリーチェック入ってまして、529ポンドですね。あとまだまだ T シャツも販売されておりまして、このバーバリーの大きいロゴが胸のところにですねプリントされている T シャツ各色揃っておりまして、お値段の方がこちらブラウンですね、結構色の展開が多いんですけど、245ポンドになっておりました。あとですね、こちらシンプルにこうバーバリーと胸のところに刺繍のある T シャツになっておりまして、こちらも各色ホワイト、ブラック、あと
グレーですね、こちら。そしてピンク、ピンク可愛かったですねピンク、あとですねネイビーと揃っております。ブルーもですね、ライトブルーとブルー揃っておりまして、今ですね170ポンドになっておりました。あとですね、こちらシューズもいろいろ揃っておりまして、横から見るとバーバリーのこのなんてですね、シルエットがプリントされておりまして、260ポンドとなっておりました。あとハイカットのですね、こちらスニーカーになるんですけれども、バーバリーチェックとブラックの2色になっております。かかと部分もですね、バーバリーとロゴがあって470ポンドになっております。続きまして、スウェードと革の、スニーカーになっておりまして、かかと部分ですね、ブラウンのバーバリーチェック、そしてバーバリーの、ロゴもかかとについていて385ポンドとなっております。続きましてですね、こちらが、しっかりめのスニーカーになるんですけれども、内側にですねバーバリーチェックがうっすら見えて、かかと部分 TB マークもありますね。340ポンドになっております。と続きまして、こちらもですねバーバリーの、革のスニーカーになります。かかと部分にですね、やはりバーバリーとロゴが入っておりまして、650ポンドはなんと189ポンドまでお値下げされておりました。とこちらも、先ほど出てきたブラウンの色違いになるかと思うんですけれども、ホワイトベースで225ポンドになっております。と続きまして、こちらも革のスニーカーになるんですけれども、サイドにですねこのバーバリーチェックのモチーフがプリントされておりまして、かかと部分にバーバリーの型押しが2箇所あって330ポンドになっております。とこちらがですね、色違いですね、ベージュになります。よく見ると星みたいなのが2つサイドについてまして、とかかと部分はブラックにバーバリーとロゴが入っております。でお値段330ポンドになっております。と続きまして、こちらが、ブラウンベージュですね、ベージュの、スニーカーにこのかかと部分にバーバリーチェックがついておりまして、520ポンド、ちょっといくらからそのお値段なのか分からなくて、気になる方はですねぜひお問い合わせください。先ほど何回か出てきたスニーカーの色違いですね、こちらブラックになっておりまして、お値段の方が330ポンドとなっております。またですね、こちらとっても使いやすそうな、トートバッグですね、バーバリーのロゴが前面にバーンとプリントされておりまして、ストラップもついていて、中にポケットもあってですね、390ポンドとなっております。学校にお仕事にお使いいただけるんじゃないかなと思います。あとですね、こちらバーバリーのロゴが、ラバー素材でついているトートバッグになりまして、バーバリーのロゴ入りのストラップがですねついております。全体は、ナイロン生地になっておりまして、お値段349ポンドとなっておりました。この動画が面白かったなとか、また他のブランドも見てみたいなと思っていただけた方は、ぜひねチャンネル登録と通知ボタンも押していただけますと、アップされた時にすぐにご覧いただくことができますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。いいねボタンも押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。